こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。福島原発汚染水の放流に IAEA のお墨付きが出たことについて、韓国が大反対を示していましたが、ユン・ソギョル大統領になった途端反対姿勢を取らなくなりました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本政府が福島原発放射能汚染水の海洋放出を公式承認したことを受けて、日本メディアは韓国の反応が180度変わった点に注目しました。時事通信は国際基準に沿った放出を、原発処理水汚染水の日本式表現反対示さず韓国というタイトルの記事を報じました。日本原子力規制委員会は東電の放射能汚染水放流計画を承認し、近いうちに公式認可が出る見通しです。時事通信はこれに対して、韓国外交部関係者は客観的科学的な観点から安全で国際法と国際基準に合致した方式で処理されるよう必要な対応に最善を尽くすと述べたと伝えました。またムンジェイン政府とユン・ソギョル政府の対応が変わった点に注目しました。ムンジェイン政府は放射能汚染水の海洋放流に反対しましたが、ユン・ソギョル政権の外交部は日本と協議を続けていくという反応を示したと強調しました。時事通信は日韓関係改善に意欲的なユン・ソギョル政権の姿勢を反映し、対応が軟化したとみられると分析しました。それではネットの反応です。知らずに選んだの？新日のユン・ソギョルには当然のことだな。もう我々は日本の汚染水も飲まないといけない。日本産水産物の全面解放まであと一歩だぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。